ばんは、増田貴ニュースの増田貴久です。皆さん、いかがお過ごしですか？僕は、と言いますと、5月1日から、セゴマス、セカンドライブ、セゴマスの愛がスタートして、今までは、大阪、札幌、新潟、秋田と、行かせてもらったんですけど、明日はね、いよいよ名古屋。こんばんはす、こんばんはす。最近、プチ幸せな出来事がありました。それは、電気屋さんのポイントカードが貯まったので、そのポイントを使って、いつもより少し高めのイヤホンを買ったことです。コツコツ貯めた甲斐がありました。まっすー、最近プチ幸せありましたか？あったら教えてください。ということで、いいですね。電気屋さんのポイントカードが貯まって、意外と貯まるんですよね。これだから、結構なポイントで買い物ができるという。いいですね。ちょっと高めのイヤホン。やっぱイヤホンもいいやつはね、なかなか本当にいいイヤホンありますからね。なんか高級なイヤホン売り場みたいなありますしね。僕もそこでちょっとね、高級なイヤホンをくださいって買ったこともありますけどね。最近はちょっとヘッドホンも使ったりとかしてますけど、いいですね、イヤホンね。僕のプチ幸せ。似ちゃいますけど、僕も、この前、このパーカー欲しいなと思って、パーカーを、このレジに持ってって買いました。その、お店屋さんのポイントカードをちょっと持ってて、僕もそのポイントをじゃあ、貯めてくださいぐらいの感じで、これポイントをお願いしますって出して、で、その、店員さんが、はい、ってこう、ビビビってやったら、あ、これ今ポイント使ったら、1000円で買えますよ、みたいな。全然そのポイントが多分結構溜まってて、1000円で大丈夫です、みたいな感じになって、お、じゃあ、1000円で、みたいな。もうね、ヘビーローテーションですよ。やっぱ嬉しさもね、倍増というか、そんなプチ幸せもありましたけどね。その話を手越しにしたらですね、でもそのマスが普通にいっぱいかかってるからポイント溜まったんじゃないのって言われて、ちょっとイラッとしましたけどね。そんな感じです。じゃあ、続いていきたいと思います。ギャッピーくん。マスこんばんは。こんばんは。最近大学生活が始まったのですが、なかなか馴染めません。マスのように同性にも異性にも好かれるような優しい笑顔になるにはどうしたらいいでしょうか、教えてください。という、そんな、僕なんかね、もう、全然そんなことないですけど、大学生活が始まったということで。いいですね、大学生。どうですかね、いつも僕は思うのは、優しく、挨拶というか、しっかり挨拶する人とかは、やっぱり、あ、この人ちょっと、会うかもしれないって、思いますね。例えば、ありがとうとか、おはようございます、さよならとか、友達同士だったら、よとか、じゃねとか言うだけでも多分、ね、すごい、こっからこう広がるみたいな。じゃねお、これからどこ行くのみたいな、ちょっとしたね、ワンツーステップになるかもしれないですし、楽しいことを見つけるっていうのも大事かもしれないですけどね、大学生活始まったばかりで、いろいろ悩むこともあると思いますけど、例えばサークル入ったりとか、この授業が楽しいとか、好きな子を見つけたりとかね、そういうのがあったらもう自然と笑顔がこぼれるような恋がいいんじゃないですか。恋がね、いいんじゃないですか。ちょっと応援してますんで、大学生活頑張ってください。さあ続いて、ゆっこちゃん。今度遠距離恋愛をしている彼氏と久しぶりに会うんですが、こんな時に限ってほっぺに大きなニキビができちゃいました。私は何か楽しみが予定があったりすると、その予定に合わせてニキビが成長していく傾向があります。マッスーは肌が綺麗なイメージがあるんですが、何か特別なお手入れとかしているんですか？美肌の秘訣とかあったら教えてください、ということなんですけど。なるほどね、予定に合わせてニキビが成長するということ、気持ちと一緒にね、やっぱあると思いますよ。そういう、ドキドキして、楽しみにしている日に向かって、やっぱりその、多分、出てるんですね。体からバーン出て、ニキビドーンってね、できると思うんですけど、仕方ないですよ。ニキビ、もしかしたらそのね、彼氏サイドも、楽しみにしてニキビできてるかもしれないですからね。と思っていったらできてなかったりとかしてね、楽しみにしてないのみたいな、それ裏目に出るパターンですけど、でも、どうですかね。でも、ニキビとかできちゃうのはしょうがないですから、明るく行くパターンですね。ニキビできちゃったーって、行くわけですけど。ふざけてるわけじゃないんですけど、どうしたらいいですかね。ケアってことですね。どんなケアしてるんですかみたいな。僕もでも、たまにできたりしますけど、味かなみたいな。そこにできたみたいな。そっち側にできたみたいな感じはありますけど、しっかりやっぱ洗顔するとかね、化粧水つけるとか、そういう
ことですかね。僕そんな変わったことしないですけど、まあでも仕事終わって帰る前に絶対洗顔ゆっくりしてから帰りますけどね。でみんなが帰ってるってその間にね、俺みんなどこ行ったの、もう帰ったよみたいな。意外と洗顔してる時間が長いのかもしれないですね。まあまあ参考になったかどうかわかりませんけど、まあね、久しぶりに遠距離恋愛してる彼氏と会うということで、まあニキビもね、まあこの可愛いチャームポイントに見えるようなぐらいもうとびきりのゆっこちゃんでいたら大丈夫だと思いますので、ぜひ彼氏よろしくお伝えください。さあ続いてゆっちゃん、まずこんばんま、こんばんま。私は同じ人に2回告白して2回でも振られたんですけど、この恋はもう諦めた方がいいでしょうか、マスならどうしますか、ということなんですけど、まあね、2回告白して2回でも振られてしまったという、僕のね、いつも遊んでる地元の友達で、3回ぐらい告白して振られてる友達いますので、まあ、その友達は完全に諦めてないですけどね、いや、俺はもう諦めたんだって言って、もう、あいつにはもう会えねえと言ってるんですけど、完全に、嘘ついてますね、あいつはね。一番初めに多分その人が告白した時にはなんか、いや実はちょっと伝えたいことがあるんだけどみたいな切り出しで告白しようとした時に、いやごめんみたいな、そのもう告白もさせてもらえなかったのは多分1回目だったの、確かね、ドラマのようなというか、そんなことあるんですねみたいな感じの振られ方を1回していて、まあそこからも2回ぐらいちゃんとがっちり告白して、うん、ごめん友達としか見れないみたいなこと多分言われてたんですけど、完全に心折れてないですからね。多分まだ全然チャンスはあるって思ってるぐらい、まだそこがまあいいところですよね。その友達もまあね、仲いい、まあ大好きな友達なんですけど、まあその友達を見習った方がいいとは言いませんけど、まあでも、多分僕が思うに、ちゃんとこの恋が実る恋だったら、何回失敗してもいずれは実ると思うんですよ。だからね、まあ二度あることは三度あるって言いますけど、三度目の正直という言葉もありますし、いろいろまあ、その大変なこともあると思うんですけど、諦められるときに諦めればいいですもんね。その、まあ別にその無理に諦める必要はないと思います。さあ、ということで、ここで曲、いきますか。すごいこう、大きな恋愛をテーマにした曲です。聴いてください。テゴマスで、夜は星を眺めておくれ。